する。はっ。早く。えい。これが召使いの言ってた遺跡か。おお、なんか荒れ果ててるな。ずいぶんくたびれた感じね。中に入ってみようぜ。くれぐれも気をつけてね。視界が開けたわね。早く。断罪のな。見切りました。粉々よ。それよ。よっ。逃げ道はありません。ここまで大海の水の汚染が。うん、それに濃度が濃い。フォンテーヌ人だったら落ちた瞬間に溶けてしまうでしょうね。そうだぞ。ここには大海の水があるから、お前は下に行っちゃダメだ。無理にとどまっても特に何かできるわけじゃないし、危ない目に遭うかも。わ、ナビアが役立たずって言いたいわけじゃないぞ。だから、その。大丈夫、あんたの言う通り、この状況では私は確かに力になれないね。じゃあここは任せた。困ったな、先に進むしかないかも。じゃあナビア、ここでオイラたちを待つか。遺跡の水位は不安定よ、上昇する可能性もある。ここに留まっていても安全じゃないでしょ。一緒に先に進んだ方がいいと思う。出口がすぐそこにあるかもしれないし。じゃあしばらくはオイラたちと一緒に進むしかないな。くれぐれも気をつけろよ。途切れた。厄介だな。あっちから行こう。よっと。
お嬢様。お嬢様。お嬢様、どうしてこんなところでぼーっとしているんです？私が迎えに来なければ、日が暮れるまで立っているつもりだったのですか？お嬢様は自分の時間が欲しいだけなのかもしれない。え？あれ？私寝てたの？そのように見えました。もしかして私、疲れてるのかな？そうかもしれませんね。でも外に出たいと言い出したのはお嬢様ですよ。はあ、思い出せないなんて。寝ぼけてるのかな。私今日はお昼寝してないよね。すごくよく知っている感覚でも少しおかしい。お嬢様、どうされましたか？いや、なんでもない。単にどうして外に出ようとしたんだろうって。覚えていらっしゃるかわかりませんが、国外の商人との債務問題でジベルニーさんが私たちに援助を求めてきたことがあります。少し前に解決しましたが。外出するついでにジベルニーさんの様子を確認してみようということです。ああ、そうだったかも。そんなことがあった気もする。およ、ナビアさん、それにマルシラックさんとシルバさん、また会えて嬉しいよ。最近はどう？おかげさまで最高だ。あの面倒な奴らはようやく俺がその目当ての人じゃないって分かってくれたみたいだ。俺は保証人ですらないんだぜ。朝から晩まで俺の家に来やがって、隣人のオーベルノーもうざがってたんだ。力で人を黙らせて話を聞いてもらうというのも時には必要なようですね。間違いない。あ、そうだ、ベネッティ、この前ナビアさんに何をあげるって言ってた？ああ、少しお待ちを。ナビアさん、私が育てた花の種です。どうか受け取ってくれませんか？すごくいい品種なんですよ。とても大きくて綺麗な花が咲くんです。我が家の問題はナビアさんがいなければ解決することはできませんでした。あ、些細な気持ちですが、どうか受け取ってください。あんたが育てたの？アンガト、もらっておくよ。マルシラック、家に秋の鉢はまだあるよね？お嬢様のお望みでしたら秋の鉢はいくらでも。じゃあ決まり。育ったら観葉植物を全部ベネッティさんがくれた花に変えましょう。かしこまりました。待って、何かがおかしい。奥さん、私の聞き間違いじゃなければお名前はベネッティよね？はい、そうです。それが何か？ううん、初対面なのにあんたの名前は聞き覚えがあるような感じがするわ。もしかしたら前回旦那さんと話をした時に聞いたのかもね。私は絶対にその名前をどこかで聞いた。そう、つい最近。間違いない。そうだ、どうしてここはこんなに人が少ないの？みんなどこに行ったの？お嬢様、お時間にご注意を。私たちは本日他にも重要な用事がございますので。え、何があるの？おや、まさかお忘れですか？ナビアさん、ここにいたのね。ずっと探してたんだから。早く歌劇場に向かって、ナビアさんの審判がもうすぐ始まるわ。私の審判？あ、私、歌劇場に行かなきゃいけないの？そうです、お嬢様。まもなくお時間ですので、出発しましょう。え？わかった。見ろ、ナビアだ！彼女が来たぞ！それにあの二人の従者も
やっと来たわね。審判を見に来てる人が多い。それにみんな妙に興奮した表情をしてる。中には知ってる顔もいるみたいね。コリナ、デジレ、ジョインビレ、ジョリエンヌ、エソンヌ。こんなにたくさん来てるなんて。この事件、どうして私は全く覚えがないの？審判官は、あれ？ヌビレットさんがいない？お嬢様、被告席へどうぞ。ご安心ください。私とシルバが付き添いますので。わかった。でも、私の後ろに立ってていいの？いつもなら許されないでしょう。ですが、今日はいささか特別ですから。あの人たち、ここを何だと思ってるの？本当に理解してるのか？まったく。ちょっとこそこそ話さないでくれる？審判官のヌビレットさんがどこにいるのか教えて。私はどうしてここに立たなきゃいけないわけ？親愛なるナビアさん、まだ自分の犯した罪に気づいていないと？であれば私が説明してあげよう。皆もご存知のように、ナビアさんはカーレスの旦那の後継者であり、スピナディロースらの現会長、そして我々が住むポアソン町でも指折りの実力者だ。スピナディロースらを引き継いでから、君はかつてのカーレスの旦那と同じように私たちと接してくれた。助けが必要な人がスピナディロースらに願えば、君は必ずや応じてくれる。そしてそれは君だけでない。君の執事や部下たち、スピナディロースらのほぼ全てのメンバーがポアソン町の幸せのために尽力してくれていた。なら、どっからどう見ても私は善人ってことよね？ああ、その通りだとも。だからこそ君はなおのこと訴えられるべきなのだ。君は多くの者を助け、困難を解決に導いた。君と私たちは共に歩んでいるのさ。つまり切っても切れない関係にある。ポアソン町全体が一つの大きな家族であり、私たち全員が固く結ばれている。そして君はとりわけ重要な存在。私たちは決して君を失ってはならない。故に平等を掲げる法廷は君に有罪判決を下すのだ。私たちと共に君を永遠にここに留まらせるために。あんた何を言っているの？確かに私は故郷のポアソン町のためにいろんなことをしてきた。みんなと一緒にいたいとも思ってる。けどそれってわざわざここで議論しなきゃならないこと？ほう、君がそう思ってくれているのなら私もこれ以上言うことはないよ。よかったわね、ナビアさん。みんな、この見知った人たちはどうして全員笑ってるの？はあ、思い出した。そうか、わかったぞ。この審判は。いえ、違います。待ってください。そうではありません。マルシラック？マルシラックさん、何を言い出すんだ。私たちの考えは寸分たがわない。さあ法廷よ、彼女に判決を下すのだ。有罪判決を。ここに残ってナビア、あなたは私たちの一員なんだから。お嬢様、罪を認めてはいけません。これはお嬢様を永遠にここに閉じ込めるための審判です。弁護権を行使します。ジョインビレさん、あなたはお嬢様の優しい一面のみを見ています。彼女は優しさを持つと同時に完全に独立した考えを持った人間です。それをあなたはご存じないのでしょう。お嬢様は
生まれながらにして自由で独立心が強く、何者にも縛られてこなかった。たとえカーレス様の死を前にしても、お嬢様はその歩みを止めていない。お嬢様がされてきたことは、何かしらのグループの一員であることを自認する証明にはなりません。彼女は単に個人として他の方々に優しい手を差し伸べているだけなのです。その違いをどうかご理解ください。なるほど、個人としてか。だが忘れるな、私たちはフォンテーヌ人。ここは正義の国で、水の国であることを。ナビアさんが個人の意思でそう決めたとしても、その素晴らしい魂が最終的に皆のところに帰ることには影響しない。水は全てを受け入れ、全てを融合させる。当然彼女のその善意も例外じゃない。水の国では全てのものが計られ、やがて皆一つとなる。見解が一致したとき、その見解こそが正義そのものを表す。今の私は全てのものを代表した存在だ。私たちの見解はいずれも完全に一致している。ナビアさんはここに残るべきであり、ナビアさんと私たちは一つであると。それがあなたたちの言う正義ですか？滑稽にも程があります。あなたたちはただお嬢様にまだ個体として存在する望みが残っていることを妬んでいるだけに過ぎません。忘れないでいただきたい。あなたたちもかつて独立した自由な個体になりたいとどれほど願っていたかを。あなたたちは私たちに属する正義に背くのか？その正義が花から間違っているなら、それを認める必要もない。そちらの理屈であれば、私たちも自分の正義を掲げることができます。私とシルバはお嬢様を守りましょう。これが私たちの正義を貫く手段なのです。どういうこと？頭が痛い。お嬢様。シルバ、なんだか頭がクラクラする。気分が悪いの。目の前に星が飛んでるみたい。そっか、ずっと奇妙に感じてた理由が今わかった。コリナ、デジレ、ジョインビレ、ジョリエンヌ、エソンヌ、あとさっき会ったジベルニーとベネッティ、それからマルジラックとシルバも。認めたくないけど、けどみんなもう死んでるんだ。恐れることはありません。そしてこの罪を認めないでください。私たちは最後までお嬢様を守りますから。バカバカしい。なんでそんな堅くなに審判を受けさせたくないの？私たちが多数派なのよ。審判の国では多数派こそが絶対の正義。全ての意思を体現してるのはこの私たちなの。逃がしちゃダメよ。何があってもナビアさんを引き止めないと。マルシラックさん、シルバさん、まだ分かってくれないのか？たった二人でどうやって集団に逆らうというのだ。抵抗を諦めろ。これは崇高な審判であり、ナビアさんは私たちに属すべきなんだ。あんなことがあったのだし、孤独なポアソン町に一人残すべきではない。あんたたち一体。もう言い訳は聞きたくない。俺たちが妬んでいるだって？彼女が独立した個体なわけないだろ。みんな様子が。誰が彼女を妬むというの？最初から俺たちに属してるじゃないか。そうだろ、ナビアさん。静粛に。この声は。ヌビレットさん。法廷で騒ぐことは禁じられている。先ほど君たちが述べたことはただの茶番に過ぎず、審判を成立させるものではない。本日の審判はここまでとする。なお、法廷の許可を得ていない者が
異議を申し立てることは認められていない。感謝いたします、ヌビレット様。さあナビアさん、まだ時間が残されているうちに共にここを離れよう。でも早く行ってください、お嬢様。ここから出る唯一のチャンスは今しかありません。おや、もしや私たち二人と離れるのを惜しんでいるのでしょうか。マルシラック失礼いたしました。これが最後の会話だと思うとつい冗談を言いたくなってしまいまして。マルシラック、シルバー、急げ。さようなら、お嬢様。お気をつけて。目が覚めたか。体も無事なようで何よりだ。私夢を見てたみたい。マルシラックとシルバがまだ生きてて、狂った審判から私を守ってくれたの。大丈夫か。悲しすぎて悪い夢でも見たのか。オイラがギュッと抱きしめてやってもいいぞ。先ほど私がここに着いた時、君たちのいた場所が崩れ、ナビアさんが水面へ落ちていく瞬間を見た。本来であれば一瞬でも水に触れれば溶けてしまうのだが、うん。何があったの？うっすらとだが、2匹の純粋精霊が君を受け止めて保護している姿を目にした。1秒にも満たないほんのわずかな時間だったが、そのおかげで救助する猶予ができたのだ。もし彼らがいなければ、救い出す前に君の意識は消えていただろう。ちょっと待った、純粋精霊だって？それってバシェの時と同じなんじゃ。もしかするとその二人こそ君の夢に現れた人なのかもしれない。いらないってずっと二人に言ってきたのに、まさか死んでもなお私を守ってくれるなんて、うん、こっちに来てくれ。ヌビレット、どうしたんだ？いや、大したことではない。何か話をしないか。ん？なんだよ、急に難しい顔して。どうしたんだ？あ、わかったぞ。お前、無理やり話題を探そうとすると気まずくなるタイプだろう。私はただ、ナビアさんに一人になる時間を与えるべきだと思っただけだ。だったら最初からそう言えよ。オイラたちを呼んでおいて、話題も見つからずだんまりの方がよっぽど気まずいだろ。それもそうだな。シグウィンか。何事もなく過ごせているといいが、メロピデ要塞の仕事が重くのしかかってはいないだろうか。安心しろ、あいつは水の下でうまくやってるから。超凄腕の看護師長だしな。そうか、であればいい。私と同じようにシグウィンも人間の世界を理解するのに時間がかかるのではないかと気がかりだったのでな。あ、そうだ、公爵もお前によろしくって言ってたぞ。まあシグウィンにせっつかれてたけどな。押し寄せてくる厄介ごとに最高審判官がぶっ倒れないことを祈っておく。だってさ。ああ、その気遣いにも感謝しなければな。近頃は確かに世話しない。メロピデ要塞も万事順調であればいいが。こいつ本当に話題を探すのが下手だな。他の話も振ってやろうぜ。ヌビレット、お前ってその泳ぐのが
が得意だろ。ふむ、当然その通りだが。今のはなし。別の話題にするな。お前どうやってこの遺跡を見つけたんだ。召使いに教えてもらったのか。はあ、君たちとポア村長で会う約束をしていただろ。だが到着するとハリュイたちがポア村長の住民の避難誘導をしていてな。その上そこに大量の物資を運んでいた。唖然としていたところ、たまたまその場に居合わせた召使いを見かけ、この古代遺跡の調査を君たちに依頼したと聞いたのだ。確かに最初は合流する予定だったもんな。遺跡を探索するくらいならあまり時間がかかんないし、お前もまだ公文書を読んでて離れられないと思ってたんだけど、まさかこんなに早く片付けて駆けつけるなんてな。みんなお待たせ。ごめんね、だいぶ落ち着いたよ。さあ探索を再開しましょう。ところでヌビレットさんも一緒に行くの？ああ、同行させてもらおう。また一人増えたな。よーし、それじゃあ出発だ。ここで終わりのようだ。近くに隠し部屋らしきものもない。
思ったよりぐるぐるさせられたけど、そこまで広くはないみたいね。石板？ここに奉納されてるみたいだけど、取ってみるか？待って、あまり不用意に触るのはやめときましょう。台座が4つに対して石板は3つしかないな。1つ目の台座にはまってたはずの石板がないぞ。近くの壁も崩れている。下に文字が書いてあるな。どれどれ。これは滅ぶべき国である。過去からその未来の歴史を知る。そう、どういう意味だ。誰かが意図してこの石板と言葉を残したみたいね。けどそうなると、この滅ぶべきっていうのはフォンテーヌのこと？これは予言を示した内容だろう。石板に描かれた絵は予言の描写と確かに一致している。例えばこの2枚目だが、ひざまずいてる信心深そうな人がいるな。その後ろにまた同じポーズをした人がいるぞ。彼女が見てる方向は、なんだこれ、空に浮かぶ島？3枚目の絵の真ん中にいる人はフリーナ様？水神様が水に落ちたってこと？それに周りを人が囲んでるな。ちょっと理解できなくなってきたぞ。こいつらは水中にいるのか？で、こっちの4枚目だけど、これは私も知ってる。フォンテーヌで噂になってる予言と完全に一致してるみたいね。人々は皆海の中に溶け、水神は自らの神座で涙を流す。この一連の石板には他にも多くの情報が隠されているのだろう。だが私にはその意味を全て読み解くことができそうにない。一枚目の石板が欠けているゆえにな。申し訳ない。そんなこと言わないで。別にこういった予想外のものを解読するのがヌビレットさんの役割ってわけじゃないんだから。石板を見てたら寒気がしてきたぞ。だって怖くないか？これってつまり未来の歴史ってことだろ？この予言って絶対に当たるんだよな。こんな未来に立ち向かうのはさすがに遠慮したいところね。でもこの絵をつなげて見てみると、どっかおかしい気がしないか？そうね。確かに、もしこの4枚の絵が時系列順に並んでるとしたら、4枚目のフォンテーヌが水没する絵が先で、次に3枚目の水神様が水に落ちる絵になるはずだよね。だがこの石板では順序が逆になっている。これが時系列通りなら、3枚目にフリーナ様がいるし、この2枚目に書かれてる方は先代の水神様なのかも。エゲリアか。彼女を実際に見たことはないが、絵に書かれた彼女の姿は確かに記録と一致している。先代水神が空に浮かぶ島に向かってひざまずき、その姿はまるで罪を認めているかのようだ。まさか水神様が罪を犯したってこと？そうじゃなきゃこんなことをする理由が。どうしてこんな古い石板が存在するのか気になってたけど、内容を見た感じ、まさかこれが予言の元になってるとか。
そうなると過去にもこの石板を見た人がいるんじゃない？だったら石板を作ってこの言葉を残した人は誰なんだ？どうやらその手がかりはフリーナから得るしかないようだ。そうね、もう近くに手がかりはなさそうだし、ここで時間を無駄にするのはやめて戻りましょうか。そうだな、まずは安全な場所まで戻ろう。ここで別れましょう。一応まだスピナディロースラの方を見ておきたいからね。ほら、助けてもらっているにせよ、自分の目で見といた方がいいことって多いし、その方が安心でしょ。あちこち走り回ったのにまだそんな体力があんのかよ。元気だな。親はクタクタでもう倒れそうだぞ。今夜はサアンドル川に戻って休んでちょうだい。長いこと付き合ってくれてアンガとね。私もこれで失礼しよう。みんな大変な一日だったな。ゆっくり休むといい、旅人。私は明日の午前中フリーナに石板のことを聞くつもりだ。君もきっと気になっていることだろう。時間があれば明日の午前中に私の執務室へ来るといい。聞いたことを共有しよう。本当にフリーナに直接聞くのか？大丈夫かな。どんどん真相に近づいてるはずなのに、逆に恐怖が増していってるぞ。彼女はずっと秘密を隠している。そうやすやすと譲歩することはないだろう。だがそうであればあるほど私は自分の役割を果たし、彼女に現状を理解させなければならない。おう、しっかり頼んだぞ。何しろフリーナと話せるような立場の人ってお前しかいないし。今夜どう話を切り出すか慎重に検討しておこう。旅人バイモン、サアンドル川にあるスピナディロースラの拠点は変わらずあんたたちを歓迎してるからね。安心して泊まってちょうだい。それじゃまたね。ふう、やっと戻ってきたぜ。お、戻ってきたか。今夜はあんたら客人のためにスペシャルメニューを用意してあるぜ。お、おいしいものまで用意してあるなんて。ナビア、いや、ボス最高だぜ。メインディッシュだけじゃなくてデザートもあるぞ。いいか、これは全部オイラのだからな。ふぅ、昼に会ったことを一瞬で忘れられたぜ。おや、この声はまさか。あ、あなたたちどうしてフォンテーヌにいるんです？あのですね、道中で誰に会うかなんて水裏の番でいちいち占ったりしませんから。モナがフォンテーヌにいるってことは、お前やっぱりフォンテーヌ人だったのか？フォンテーヌには用事があって市内にホテルを取ってあるんです。今日は辺りを散策していたのですが、まさかあなたたちに会うとは。でもパイモンはどうして私がフォンテーヌ人だと思ったんです？メギストスがモンドのせいに聞こえないからでしょうか？うん、そうだぞ。
まあ、私も昔は自分の性を持っていましたよ。いや、これは話さなくてもいいことですね。とにかく、おばばに弟子入りした後、偉大なる先生術師になるための第一歩は、その性に変えることだと言われまして。まあ、そこに関しては仕方ありません。おばばは優れた先生術師ですからね。言われた通り、今の性に変えたんです。でもその時は、メギストスが古の一族を代表したものじゃないとは知りませんでしたが。あれ、違うのか？はい。メギストスは私やおばばが性の代わりに使っていますが、一般的には偉大なるという意味で解釈されています。自分を称えるような言葉を名前に入れるなんて、まさかその部分も家系図に載せるつもりじゃないだろうな。ええ、そうなるでしょう。いずれにせよ、将来弟子を持つようになったら私もそう名付けるつもりです。アストロマンサーバーベロストリスメギストスです。うえ、どんだけ長いんだよ。それも偉大なるって意味なのか？私の名前の意味は偉大なる先生術師モナですが、おばばの名前はそうですね、直訳すると3倍偉大なる声楽者といったところでしょうか。まあ、先生術師特有の称号だと思ってください。3倍なんだか付け方が子供っぽいな。そうでしょ、おばばはそういう人なんです。最初はメギストスを使っていたのに、私を弟子にした後、わざわざトリスメギストスに名前を変えましたから。2倍どころかそれ以上にするなんて。メギストスは私たちの専門分野で使われる名詞のようなもので、通常であればその役割は生と同じです。わからなくても大丈夫ですよ。先生術を深く勉強する必要があるときに知っていただければ問題ありません。おいおい、ゴロが壊滅的だぞ。でもそうなると、モナはフォンテーヌ人じゃなくてモンド人ってことでいいのか？ええ、私はモンド生まれですよ。両親はドーンマンポートに移住しています。私はある時期からおばばに連れられ、各地を遊学して帰ってきた後、モンド城で暮らすようになったんです。そっか、ならよかったぜ。少なくともフォンテーヌの水に溶けることはないな。そういえば、最近フォンテーヌでいろんなことが起きているのを知っていますよね。たとえこの国の人じゃなくとも、あの異様な水には近づかない方がいいですよ。なんだか嫌な予感がしますから。あの水はかなり厄介そうです。ええ、例の予言に起因していると言えますね。先日、スチームバード新聞がコラム作家である私をフォンテーヌのシンポジウムに招待したんです。そこで最近流行っている予言について先生術師としての見解を述べることになりまして、招待状はかなり前に届いたものでしたから、当時はフォンテーヌがこんな大変な状況になるとは誰も予想していませんでした。あの予言のこと、モナはどう思ってるんだ？先生術師の意見を、せめてそれが現実になるかどうかだけでも聞かせてくれないか？じゃないとオイラ不安で仕方なくって。確かに私は先生術師ではありますが、あの予言はフォンテーヌ、ひいてはテイワット全体の運命に関することです。それを確認することは世界全体を占うことを意味します。そのようなレベルとなると誰にでもできるようなことではありません。もし私にそれができるのなら、先生術師ではなく予言者と呼ばれるべきでしょう。ただ逆に考えると、あの予言には比類ない力があります。きっと強大な予言者によるものなのでしょう。その内容は世界の運命に関わるものであり、根拠がないからとないがしろにするのは絶対に間違っています。予言者、聞くからにすごそうだな。本当にこの世界にそんな奴が存在するのか？いますよ。そのレベルの占いでしたら、おばばができます。おばばの姉妹たち、つまり魔女界にも似たようなことができる人がいるかもしれません。え、
あなた本気ですか？わかりました。こんなに真剣なあなたを見るのは珍しいですし、私も協力しましょう。おばばに連絡できたらすぐに知らせます。ありがとな、モナって本当に頼りになるぜ。ふふん、私にしかできないことですからね。さあ、全力で私を褒めたたえてください。よっ、最も偉大な先生術師モナ様。オイラたちの知り合いの中じゃお前より星に詳しいやつはいないぜ。そうそう、その通りです。すまない、入り口の方から何やら騒がしい声が聞こえたんだが、もし何か手が必要なら気兼ねなくスピナディロースらに声をかけてくれ。まずい、テンションが高まりすぎて注意されてしまいました。それでは私は用事を済ませてくるので、情報があったらまた連絡します。モナのやつ、そそくさと逃げてったな。スピナディロースらの人がオイラたちのことを疑いの目で見てるぞ。オイラが代わりに行ってやらなかったら今頃じとめで見られてたのはお前だからな。たく、しょうがないやつだぜ。わかったならいいぞ。ふぅ、起きれたけどまだ少し眠いぞ。今日はヌビレットのところに行くんだろ。早く準備して出かけよう。